ニバはい、どうも芸人西田拓です。ねえねえぴょんぴょんということでね、はい、はい、今日のゲームセンター会チャンネルで今ね終わったばっかりキック対決とパンチ対決してきました、うん、結果の方はねこの番組を見た後 に解散のこのチャンネル行ってみてくださいと、はい、いうことで、はい、それじゃあ、もうすぐ呼びましょう、はい、ゲストの石井東郷先生と、はい、朝倉海さんです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どうもということで、はい、最近この2人でね、呼ばれて、うん、前まではね、うん、1人ずつ呼ばれてたのに瀬戸りか3人のこの2人のセット振りでいいじゃない、だって邪魔だな、なんで邪魔だな、邪魔にしない、そうですね、まあ、うちらのね、やりたい企画はですね、はい、なんと、新聞抜き対決出た達人いるじゃないですか。そうなんですよ。あのね、新聞抜きって検索すると石井東郷先生の名前が出てくるんですよ。もはや代名詞なんですよ。あそこを奪いに行っちゃう、奪いたいなっていう、はい、だから今日は1枚、はい、3枚、そしていけるんだったら5枚の頂上決戦を、もう最終決戦ですよ、石井先生。二度と頼らないでください。おかしい。今日どちらかのものになりますから。ではたくちゃん、はいはい、場所変えて、そうですね、決戦いきましょう。じゃあ未来のタクちゃん、お返しします。はい、はい、過去のタクちゃん、受け取りました。はい、受け取りました。それじゃあ、これ石井東郷先生のそうだよ、はい、母さん初めてですよ、ね、初めて来ました、はい、ここでね、いつもはい、やってるんですね、すごいです、はい、ちゃんと牛巻きに何なの、ね、少ない巻きに、うん、さっき履けよ、今度履き替えて、じゃあさっき履いてたら線は出してたねそのね、その模様はリンク貼っておりますので、はい、カイチャンネルの方をご覧になってください、はい、では、新聞抜き対決をやりたいと思います。石井先生、もともと新聞抜きっていうのはどういった意味でやるんでしたっけ。いや、だから身体操作の一つの稽古としてやる、はい、何枚抜けるかっていうのは僕はそんなに重視してなくて、うん、すぐね、はい、させたがるんだ、このチャンネルはもうそうだ、ね、戦い戦い僕初めてやるんで、はい、そもそも一枚も抜けるのか。じゃあ一回、あの明日そうだ、一回ちょっと待って、英字新聞タイラさん見習って英字、これあのね、公式ですから、はい、公式です、そうそう、あの新聞抜きチャレンジは英字新聞でやる。あ、そうなんですちなみにタクちゃんあれだよね、今日、うん、石井先生まだ指の脱臼どんな感じでした、ね、うん、これね、俺これ海君とさスパーリングしたのが確か3月ぐらいだったかな、うん、まだ治ってないんですよ。まだ治ってない使ってるから使っそうなん、休ませないんでしょ太田さん。カイさんはとりあえず一回普通に右ストロークまっすぐまっすぐ、まっすぐでいいです。いきますよ。おっ、おい、じゃあ、どこでいいですか。いいですよ。えガチで打っていいですか。いいですよ。はい。あれこれ、企画終了じゃないですか。え、これ、破れるようになるんですか。破れます。脱力して、打てばいいです。あら、そうなの。一緒ですよ。一緒に頑張りますよ。一緒に頑張りますよ。あー、ごめん、もう一回、もう一回、もう一回。もう一回ね、もう一回いきますよ。先生ちょっと待って、ちょっと待ってください。先生集中していただいていいですか。先生ふわっとしてますよ。何してるの。お願いしますよ。これ行きますよ。じゃあお願いします。あ、ちょっと先生あれなんかちょっとやってますね、ドッキリした。破れないやつじゃないですか。おー、それをカイさんにちょっとコツを教えてください。はい、僕のはもう本当にこうやっておおこうまっすぐ打つだけなんですけど、こんな時にここに力を抜いて、お、あ、いいですね先生。この時拳は握るんですか。あ、もう握ってますよね。ちょっと今握れないですよ、だから、うん、あ、こうやってこれが。じゃあ俺の打ち方と東郷先生の打ち方、まあ全然違いますね。ウェーブがあるんですよ、肩甲骨の柔らかさで、この触れる瞬間に握る。で、当たった時に握るのと肩甲骨を押し出すの。なるほど。そのタイミングが合えばスコーンと抜けると。やらかーい、やらかーい。おお。いきますよ。はい。おお。早い。はい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 。さすが一発。ということで、一枚はクリアしました。じゃあ3枚いきましょう。3枚。え、いや、2枚ですか。2枚ですか。じゃあ2枚。
2枚ずつやってみましょう。あのガツガツいかない回さん珍しいね。確かに、うん、じゃあ、すげえ。じゃあどういう順でいきます。あ、じゃあ僕最初にいきます、はい、1番じゃあ2番、はい、で、俺多分2枚とか3枚だったらやらなくてもやれる。マジで言ってんの。次とか失敗したら記録は1枚で終わっちゃいますけど。そうだ、5枚でいかさせてください。いきます。はい、おー、おー、すごい。はいはい、分かった分かった分かった。早い、感覚をつかむのが、はい、やばいのよ。右痛いって、うん、左痛いですか。分かりました。痛いのよ。おー、音がいいね。いい。じゃあ3枚だ。これでももう、はい、いいじゃないですか。カイ君の今もうコツ掴んだから一気に。キチカチ、そういこう。こうっちゃいます。絶対。ではカイさん、よろしくお願いします。もうコツ掴んだんで、チャレンジお願いします。いきますよ、はい、お、いった。いった、すごい。マジや、いった。来ましたよ。すごい。これはすごい。これすごくないですか。ちょっとこれすごい、すごい協業結成になりますよこれ。来た来た来た。これ先生やれないときついよ。もうプレッシャーやめて。では石井東郷先生、同じ5枚、うん、いくぞ。お願いします。いや低くないよ。どんだけ低くしてんの。これぐらいでしょ。これぐらいですね。まあ、いくぜ。おー、さすが。これはお見事でした。はい、30枚、40枚、40枚。これも余裕だすね、これで5枚。早押し作、はい、お願いしますよ。本当に俺飛び級でやってるから、この低いわ。他の打つんじゃないから。トンボじゃないから。真剣にやります。これできなかったら一番本当に出落ちがやばい。出落ちがやばい。お願いしますよ。あと失敗してくれ。うわ、あーちょっとずれたかな。おい。ちょっと待って。ちょっとお願いしますよ。ちゃんとやる。はいはいはい。では坂口拓、新聞抜き5枚チャレンジ、はい、お願いします。おー、5枚クリアです。まだ上行きますか。はい、次もう8枚とかいきます。8枚行きましょう。8とかいきません。いける、行こう行こう。申し訳ないですけど、最初に破っちゃっていいですか。カイさんが行っちゃいますかね。行っちゃっていいですか。いいよ、もう僕らにプレッシャーください。よしよしよし、逆にね。うん、ぶち抜きますよ、じゃあ。はい、8枚、はい、お願いします。よー、すごい、来ましたよ。やばいぞ。なんなんだこの男は。すげえ。なんなんだこの男は。天才やん。だからあれなんですね、この身体操作とか大事なんですね。そうそう、そういう傾向ですから。じゃあ石井先生、8枚よろしくお願いします。おー、うわ、すげえ。うちの坂口大丈夫かな。俺大丈夫。俺ね、セフ長だわ今日。そりゃそうでしょ、こんなの来てやってるのはあんたぐらいだろ。セフ長だわ、うん、けどやれる。8枚、坂口拓、8枚にチャレンジ。あー、何枚いった。2、3、4、4枚ですね。すいません。次ちゃんとやるから。次あれだったらもう二人の頂上決戦だよ。頼むよ、バッサン頑張って。はい、坂口拓、8枚勝負です。あー、いかなかった。あれ、あー、5枚ですね。あー、まさかの、まさかの、まさかの、私今日限り新聞引退します。拓ちゃん、はい、泣きの一回をお願いしてみます。あ、いい、はい、分かりました。まず言いましょうよ、言いましょうよ。もちろんです。じゃあ、2人がどこまでいけるか見て、ワンチャンってください、そのいいよ、いいよ。あ、いいね。そうさせてください。いいよ、今日の私、調子悪いです。
もう負けをまず認めさせてください。汗がやばいですから、はい、どんどん元気なくなって元気がないです。疲れてきた。では2人が頂上決戦、じゃあ10枚いきましょう。では10枚、はい、朝倉海さんチャレンジです。いきますよ。はい、きれい。これはすごい。見て、マジで、マジで、きれい。これはすごい。マジで、きれいな10枚。達人になるかもしれない。うん、達人だ。うん、俺一回ドロップアウトしてとして言われてよかった。ありがとう。やっぱりすごいね、物が違うね、うんうん、いいよね、うん、ちょっと俺がコツを教えたら俺よりも良くなったって。いつもそう。あんたこんな格好してるからだよ。たくさんセコンドにいて僕がプレイヤーが最強かもしれない。ほんまや。ほんまやね、うん、では石井東吾先生10枚、はい、お願いします。おっしゃった今。うっそー。ではもう1回、2回目のチャレンジです。ラストです。よろしくお願いします。おー、すごい。行きました全部。行きましたね。うわー、行った。15だね。15で15。これ結構持ってる方でも厚みありますね。15はね、うん、相当やばい。15はたまたま一気に違うわ。これ違うよ。これ力の使い方間違えたらダメだね。もう雑誌で雑誌新聞じゃねえよ。朝倉海選手新聞15枚抜き、いきますよ。お願いします。15になったらきついよな。3までで衝撃が止まってます。じゃあ朝倉海選手記録10枚ということで、うん、はい、では石井総合先生15お願いします。よし、あ、ダメだ、硬い。途中からすごい硬くなる。6でしたね。6っていうことは石井総合先生も記録は 10枚ということですね。たくちゃん、今ね、泣きの1回チャンスをいただいたわけですよ。15にした方がいいよね、はい、11とか12でせこかたなくていいよね。ちょっと弱気になってんじゃん、大丈夫。調子悪いんだよね。大丈夫、うん、これでいったらたくちゃん出るでしょ。これでいったら、やっぱ坂口たく持ってるよ、うん、ああ、坂口たく、決めてください。たくチャンネルの存続をかけて15枚チャレンジ、よろしくお願いします。で、おー、いったー。で、おー、いったー。よし、よし、これが100点だった。よし、ちゃんと苦戦もせずにやる気したぞ。よし、中古やる気したぞ。2人やらないのをやったぞ。よし、これがメンバーよ。よっしゃ、よっしゃ、あれはいい、あれすごい、すごい、いや、マジで、マジで綺麗にいってるよ、ほら。マジで言ったよ。カイさんどうでした？スターじゃないですか。持ってるよね。全部持ってるじゃない。持ってたね。うん、持ってるわ。これ本当に言っていいですか？うん。戦術なんで、やっぱ疲れれば疲れるほど本当は強くならなきゃいけないじゃないですか。だけど本当に自信なかったっす。いやー、ちゃんとエンディング迎えることができて。よかった。持ってる本当に。いやー、嬉しいです。前回河原もすごく嫌で。はい。19枚止まりだったんですよね。あとすぐ太田と取りに行って行ったよね。行ったね。22ですね。あれもちゃんと1回勝負でね、そうですね、行けたんで、なんかけどあれすごく悔しかったんですよ。で今回もすげえ悔しい思いするかなと。で最後決めてきました、ね、ありがとうございます。うわ、本当にあっぱれですよ。すごいです、すごい、本当にすごい、ありがとうございます。いやー、今日朝からずっと解決もやってまいりました。はい、この勝敗はちゃんと概要欄に貼ってるんで、そうですね、カイさんチャンネルで、はい、まず勝敗まず見てください。はい、カイさんと東郷先生が10名で、はい、引き上げで、ちょっと今回僕が一歩リードさせていただいたんで、はい、東郷先生の今からチャンネルで、はい、よし、最後のね、最後の対決あるぞ、誰が勝つかということで、このチャンネルがね、はい、いいなと思った方は高評価ボタンよろしくお願いします、はい、そしてチャンネル登録よろしく。